今日の部屋は2301。から見るとこんな感じになってます。結構広くていい感じの部屋です。
はようございます、フォーチュンホテル、今名前が変わってますけれど、ホテルの朝食です。この朝食すごく豪華で、全部食べきれない、絶対全部食べきれないかなっていう感じです。で、ちょっといろいろ取ってはきたんですけれど、まあ、軽く食べてお腹が、お腹と相談しながらもう一周できるかなっていう感じかなと思います。味の方ですけどね、味はどうなんでしょうね。なんかいろいろ取ってはきたんですけれど、不思議なものもあったりして、うん、美味しい。じゃあ、美味しい。ここライブでなんかね、オムレツも作ってくれたりして、オムレツも美味しい。なんかここは外れがなさそうな気がする。全部どれを食べても美味しい。で、さっきパンケーキもなんか美味しそうな焼きたての並べであったんですけど、バーッと人がたかっていってなくなっちゃったので、今度持ってこられたらすぐ取りに行こう。うん、美味しい。どれをとっても美味しい。このホテルすごくお部屋も良かったし、でジムもあるしプールもあるし、それとなんと温泉があるんですけれど、温泉は夜8時までだったので、昨日ナイトマーケットに行ったから、時間切れで、時間アウトで行けなかったんですけれど、朝は6時から空いてるって言われたので、ちょっとこれを食べてちょっと温泉に浸かって次のホテルに移動しようかなと思います。ではしっかりちょっと食べて、今から温泉行って移動したいと思います。